ゼロエスケープ時のジレンマ2016年スパイクチューンソフト、どうもアラヤンです。感電したのか、これはまずい状況なのでは。 You found it。 そして謎解き上級者のトロフィーゲット。大丈夫、気絶してるだけみたいだ。よかった、生きてるようだ。呼吸も脈拍も正常。そうか。現在の死亡者をお知らせします。 Q チーム、 Q、ミラ、エリック。 Q チーム全滅。3名が死亡しました。よってこれより3つの X パスを公開します。アイ、キル、フール以上です。アイ、キル、フール。 Q チームか。きっと最初の投票だ。いや、まだ本当に Q チームが全滅したとは限らない。ああ、そうだな。とにかく、どうにかしてここを出ないと。さっき開いた扉は。だって、出口のロックはまだ。だったら、あの部屋に入るしかないだろう。この部屋はなんだ？なんだ？この装置は。AB ゲーム。アカネは外で横になってるね。こいつはわからん。モニターに何か表示されてるが。善人死亡ですを思い出す。アンビテックスゲームですね。このゲームはカルロスと順平の2名で行う。それぞれ装置の前に立ち、モニターに表示された協力、裏切りのうちいずれかを選ぶ。この選ぶ行為を投票と呼ぶ。投票は同時に行わなければならない。投票のタイミングが少しでもずれた場合、シェルター内にいる全生存者を処刑する。めちゃくちゃ怖いルールだが、カルロスと順平にはそれぞれ BP という持ち点が与えられている。 BP の初期値は3。2人の投票結果によって BP は増減する。善人死亡ですと全く一緒だよな。2人とも協力を選んだ場合、両者の BP に3点が加えられる。表中の増減値はカルロスを基準としたもの。2人とも協力協力で選べばプラス3。それから協力を選んで相手が裏切った場合はマイナス3。自分が裏切って相手が協力だった場合はプラス6。2人とも裏切りだった場合はプラマイ0ってところか。これはなかなか、協力を選んで2人とも持ち点を加えていくのが良さそうですね。どちらかの BP が9になったら出口扉のロックが解除される。 BP が0になった人物は処刑される。処刑の方法は、君たちが眠っている間にバングル内の麻酔薬を筋弛緩薬に変えておいた。これが投与されることにより BP が0になった人物は速やかに死亡する。めっちゃ怖いんだがなお、このゲームは運命共同体制を採用している。何ですか？カルロスと順平の生死は他の生存者の命にも関わることになる。関係性は以下の通り。カルロスが死んだら D チームのダイアナとシグマも死ぬ。順平が死んだらアカネと D チームのファイも死ぬ。以上。以上じゃねえわ。運命共同体制だと。最悪のね。俺が死んだらアカネとファイが。俺が死んだらダイアナとシグマが道連れに。くそ、全部どこまで俺たちをもてあそぶ気なんだ。二人とも生き残りましょう。協力か裏切りか、どうするよカルロス。そんなの決まってるだろ。簡単なことだ。二人で2回協力を選ぶ。そうすれば初期値の3点に6点が加わって俺たちの BP は揃って9点になる。誰も死なないし誰も傷つかない。おまけに出口のロックは解除され、俺たち C チームはこの部屋から外へ。そっか、それはそれしかないよな。裏切りを選ぶメリットなんてないだろ。ゼロは俺たちに殺し合いをさせたいだけなんだ。分かったよ。なあ、投票の前に
ちょっと茜の様子を見てきてもいいか。大丈夫なんでしょうか、茜は。こいつは昔から頭がすごくいいやつでさ、ちょっとでもおかしいと思うことがあるとすぐにでもとかもしとか言って、同級生に小難しい議論を吹っかけていって、だけどまだ小学生だった俺たちにはそんな茜は不思議っつうか、ある意味怖いみたいなイメージがあって。もしかしていじめられてたのか。いや、ただあんまり仲良くなろうって思うやつがいなくてさ。突然の思い出話ですね。校庭の隅っこの方で寂しそうに膝を抱えてるところを何度も目にして、だから俺は茜のそばにいてやろうと思って、あいつと同じ飼育係に立候補。事件があった飼育係な。そしたらある日、可愛がってたウサギが中学生に遊び半分で殺されちまってさ、相当ショックだったはずなんだ。だけど茜のやつ、俺や先生を呼ばずにひたすら小屋の前でごめんねごめんねって泣いてウサギたちに謝ってて。悲しい思い出。もう10年以上も前の話だ。頭の片隅で埃をかぶってたぐらい古い思い出で。でも去年こいつと再会して、そんな昔のことも思い出して、やっぱりどこか目が離せない。自分で何でも抱え込んじまう、そういう性格なんだって再認識したよ。子供の頃からそうだったんだな。だからこそ守ってやりたい。何か抱えてるものがあるなら背負ってやりたい、そう思ってた。だけどまあなんだ、ちょっと茜のことが分からなくなったっていうか、俺自身が整理しきれてないっていうか、見極めようと思ったんだ。実際に茜に会って。カルロス、お前にも大切な人がいるんだろ。妹でしょ。妹のことか。ああ、親父とおふくろが火事で亡くなって、マリアは難病にかかってしまって。カルロスの位置危ないな。何としてでもあいつを助けてやりたい。あの頃の笑顔を取り戻してやりたい。感電しちゃいそう。そう思って、だから俺は。やっと話がつながったぜ。そのための50万ドルってわけか。目覚めそうだ。とにかく俺たちには互いに守りたい相手がいる。そいつのためにもここで死ぬわけには。そうだな。二人で協力を選んで、まずはこの部屋から出よう。シェルターからの脱出はその後で考えればいい。よし、そうと決まれば早速。あの部屋に戻ろう。さあ始まるぞ、AB ゲーム。タイミング外すなよ。任せろ。投票は同時に行わないと。分かってる。それじゃ行くぞ。3、2、1。ここはもちろんですが、協力を選んで BP を貯めていきましょう。前任死亡ですの頃と変わらないな。待て待て順平、なぜ裏切った。なぜなんだ。お前なんで。悪いな、カルロス。裏切りを選ぶメリットなんてない。
お前はそう言ったが、あったんだよメリットは。 X パスが6つ揃うんだよな。 なんだと。現在の死亡者は9チームの3名。あと3人殺せば X ドアを開くことができる。運命共同体制。そうだ、お前が死ねば D チームのダイアナとシグマ。そんな、それでお前は。順平は気づいてしまったんだな。勘違いするな。俺は脱出するために裏切りを選んだんじゃない。茜を助けるためでしょう。お前は愛する妹のためなら何でもする男だ。だからお前の方が裏切りを選ぶんじゃないかと。つまり防衛策だったってことだ。俺はただ茜やファイを守りたくて。人を見たら泥棒と思え。日本のことわざだ。他人を安易に信じるべきじゃない。そういう意味もな。やってくれたな純平。貴様、マリ、これでカルロスはこと切れてしまった。バッドエンド、ゲームオーバーでしょうね。さあ、ということでさっきの AB ゲームの選択肢にやってきたが、なんだろう、3つ目の選択肢があるぞ。どういうことだ。さっきの協力とは反対に、一旦まずは裏切りを選んでみましょうか。逆に今度は順平に対して防衛策を張りましょう。今度は裏切りで防衛だ。こっちを選んだら今度は順平が協力を選んでくるんじゃないのか。投票を受け付けました。結果はモニターに表示されます。さあどうだ。やっぱりそうか。どっちを選んでもどちらか一方は死ぬ運命ってことだな。嘘だ、どうして。てめえ、よくも騙してくれたな。違うんだ純平。俺はお前がさっき裏切りを選んだから。それでさっきってなんだよ。ゲームはまだ一度しか。カルロスは知っているようだ、別の歴史を。おい、大丈夫か純平、しっかりしろ。大丈夫なわけはない。貸してる、てめえ。こうなったのはお前の。先に俺を殺したのはお前の方だろうが。なんだと。どういうことだ。なんで俺はさっきのことを知って。純平が言った通り、今回が初めての投票のはず。じゃあさっきってなんだ。さっきっていつのことだよ。人を見たら泥棒と思え。日本のことわざだ。他人を安易に信じるべきじゃない。そういう意味は。カルロスは別の歴史に移動していることに気づいたのか。これは火災現場にいる時と同じ。もしかして俺は今までこうやって死神が待ち構えている道を避けてきたのか。茜にやられてしまいました。そりゃそうだよな。よくも、よくも純平君。茜、裏切りを選んだら悲惨なことになりました。
お金。お前純平くん、運命共同体制ですからね。純平がやられた段階で茜もアウトってことか。これで C チームは全滅。これが2つ目の選択肢だが、じゃあこの3つ目の選択肢は一体何なんだ。もう一度飛んでみたいところですが、この続きは次回やりましょうか。一体どんな選択肢が待っているんでしょうね。どちらか片方が投票すれば全員処刑されるし、2人とも投票しなければ出口は開かないはずだが、一体どんな選択肢が待っているのか。3つ目の選択肢、次回はこれを見ていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。